揺らめく路地裏に咲いた黄色の赤に三つ数えて消えた三日月、それが悪夢の合図。昔話には続きがあるんだ。レピロールの時間はまだだよ。因果を報じろ、報じとくざ。報いはまだ終われやしない。気になら何を恐れるかな。殺人鬼がまた若いか。もっと切実な危険が加害者に宿題忘れの原点もされて僕らの現実で、だから